ザクスピードは1968年創業のドイツのレーシングチーム。創設者はエリッヒザコースキー。所在地はニーダーツィッセンでニュルブルクリンクからさほど遠くない場所である。1970年代後半のザクスピードはドイツレーシング選手権シリーズのフォードのオフィシャルチームであった。なお、DRM は後のドイツツーリングカー選手権の前身である。 ザックスピードは国際自動車連盟主催のグループ2にフォードエスコートでグループ5にフォードカプリでコンストラクターとして参加した。この活動期間ではザックスピードは数々の勝利を収め1981年にはドライバークラウスルートビッヒにより年間チャンピオンシップを制した。1980年代初頭ザックスピードは フォードのアメリカ国内のイムッサシリーズのレース活動のため、フォードマスタングをチューン。このマスタングのシャシーはグループ5のカプリのものをベースにしていた。フォードカプリをベースにしたザックスピードの1.4リットルターボエンジンは、後に排気量アップの上フォード C100 に乗せられ、1982年からの世界耐久選手権で戦うことになる。ザックスピード製のマシンは、 フォードドイツのワークスチームのクラウス・ルート・ビッヒ、マンフレッド・ビンケルホック、マルク・スレールらによって運転されたが、中位に終わることが多く、1982年にブランズ・ハッチで開催された 1000km 対久でのジョナサン・パーマーとデジレ・ウィルソンによる4位が最高位であった。フォードドイツはザク・スピードへのサポートを打ち切り、マシンのうち1台はプライベーターチームに売却された。 ザックスピードは残ったシャシーを C1、4及び C1、8へと進化させ、出場回数は少ないもののドイツインターシリーズでは戦闘グループになり、クラウス・ニエドベッチにより1984年度チャンピオンを獲得した。ザックスピードは1983年に1984年中に会一に参戦するとの計画を発表した。 10月のニュルブルクリンクでのレースを目標にマシンが開発されたが実際には1985年からの参戦となったザックスピード8411985年の第2戦ポルトガル GP に登場したザックスピード初の F1 マシンは841と称されたこのマシンのエンジンは完全に新規に設計された GT4 のターボエンジンだった このエンジンは1988年にいっぱいでターボエンジンが禁止されるまで改良を加えられながら使用され続けた。また、同年から本国ドイツのタバコ、ウエストがメインスポンサーとなった。初年度はフル参戦2年目のジョナサン・パーマーを起用し一大体制で望むが、パーマーがスパ 1000km レースの予選で負傷したため、ドイツ人のクリスチャンダナーが代役として2 0 0に、 エントリーした。完走したレースはモナコでの11位のみだった。1986年にはパーマーに加えてヒューブガッターを迎え、二大体制でエントリーしたが、戦闘力、信頼性ともに低く、ポイント獲得には至らなかった。この年は、マーティン・ブランドルと1985年にザックスピードをドライブしたクリスチャン・ダナーの二大体制で参戦した。この年は、 自然吸気エンジンとの混沌だったが、しばしば自然吸気エンジンのマシンに遅れをとった。しかし、第2戦のサンマ割の GP で、マーティン・ブランドルが5位に入賞した。これは1989年に撤退するまでのザックスピードの F1 活動で唯一の入賞である。1988年は、前年型を改良して、ベテランのピエル・カルロ・ギンザーニと、 元ドイツ界三チャンピオンのベルントシュナイダーを迎え入れてシーズンに臨むが自然吸気エンジンを使用するチームにも遅れを取り、延べ16回の予選普通化を記録した。ザックスピード891ヤマハ会一出場の最後の年となった1989年、レギュレーションによりターボエンジンの使用が禁止されたため、ザックスピードはヤマハ製のエンジンを使うことになった。 このエンジンはパワーと信頼性に欠けており、開幕戦の1989年、ブラジルグランプリと第15戦の日本 GP では、ベルント・シュナイダーが決勝まで進出することに成功したが、それ以外のレースは全て予備予選不通過となった。昨年スポット参戦した鈴木アグリがザックスピードから初のフル参戦を果たしたが、こちらは前戦で予備予選不通過となった。 シーズンオフには、翌1990年の参戦に向けてテストを行い、前年の予選を大幅に上回るタイムを脱死者と、エンジンの信頼性が上がったが時すでに遅しの状況でメインスポンサーのウエストタバコも降りてしまい、会一からの撤退となった。ザックスピードが参戦した1985年から1989年までは、 フェラーリと1985年を最後に撤退したルノー以外で、シャシーとエンジンの両方を自制して参戦したチームはザックスピードだけだった。しかしザックスピードはほとんど強さを見せることなく、会一を去り、かつて頂点を極めたツーリングカーレースの世界に戻った。会一撤退後は、ザックスピードは1990年代 DTM や短期間ではあったが、 国際ツーリングカー選手権でメルセデスとオペルのマシンを走らせることとなった。チームは父の後を継いだペーター・ザコブスキーが率いることとなった。彼のドライバーとしてのキャリアは、会一に至るほどではなかったものの、ニュルブルクリンクの旧北コースでの耐久レースでは早く、ニュルブルクリンク24時間レースでは何度か優勝している。1998年には、 FIA GT 選手権シリーズに2台のポルシェ 911GT1 で参戦している。当時このシリーズではフランスのチームオーレカが GT2 クラスで大幅に改造したクライスラーバイパーで優位に立っていた。これらのバイパーうち1台はザクスピードが発注したもので1999年シーズンの新ルールが多少甘いこともあり、 ニュルブルクリンクでのレースに有利に働いた。ザコブスキーとチームメイトはシーズン中優位を保ち、ルールが変更になるまでマイレース優勝した。2001年と2002年のニュルブルクリンク24時間レースでも優勝している。ザクスピードの関連会社であるナイテックは2001年から2003年まで行われた V8 スター選手権用にナスカー風の V8 エンジン。 チューブラーフレーム採用のプロトタイプカーをいくつか製造した。これらは、ジャガー、BMW、オペル、レクサスといったロードカーをベースにしたボディを乗せていた。ザックスピード自体は2003年、ジャガーボディのマシンで、ペドロラミーによって優勝している。2001年、短期間ではあったが、シングルシーター分野で突如、アメリカのチャンプカーレースに参戦した。これは、 老舗のレーシングチーム、フォーサイスレーシングとの提携によるものである。21世紀初頭では、ニュルブルクリンクにおいて、ザックスピード、ニュルブルクリンクレーシングスクールも経営している一方、モータースポーツ部門である、ザックスピードレーシングチームは2006年に、会社構成法の適用を申請した。2008年から、スーパーリーグフォーミュラで、ボルシアドルトムントをオペレーションし、 タイトルを獲得したが、資金難により2009年に、再び会社構成法の適用を申請、レーシングスクールを売却している。しかしその後も存続しており、2014年からは、トヨタチームタイランドのニュル24時間における活動を、サポートしている。イアン・バムゼー、エド、世界のレーシングエンジン、三重総級、ワけ、株式会社グランプリ出版、ピアニッシモ。も、 ピアニッシも197フォルティシも ISBN4 から90万6189から99から7ウエストはザックスピードから撤退後の1997年にマクラーレンのメインスポンサーとなった。ありがとうございます。